ご覧の皆様、ごきげんよう、勝木理恵です。早朝から空いてるうどん屋さんシリーズ第何弾だ ?5 弾ぐらいになるのかな、はい、をお届けしたいと思います。それではどうぞ。すごいな、第2、第3、第5駐車場まであるんだって。8時半からやってます。そして小は1玉、大は2玉です。広、受付から入ってすぐ、珍しい。 そこから行くシステム。お子様用、非常油の小、冷たいの。非常油の小、はい、冷たいのお願いします。小ですが、すごい量です。麺どころ綿屋さん、丸亀店に行ってきました。麺はですね、結構太めの麺で、で讃岐のね麺って結構ね長いのが多いんですけど、普通なそんなに長くない、食べやすかったです。で硬さは、まあ、私たちよくコシがあるのと硬いのは私たちの中では違うんだっていう話をね、
まあ、ずっとうどんの会が好きで見てらっしゃる方は聞き覚えがあるかもしれないんですけど、まあ、私たちが好きなコシがあるっていうのはなんかずっとこう噛んでてもち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 して、プチって切れるんじゃなくてずっともちもちが続くっていうのを私たちの中の定義ではコシがあるっていうふうに言ってるんですけれども、コシがあると硬いのコシがあるよりっていう感じの硬さでした。で、だしが比較的、濃いめのお店なのかなと思います。で、旦那さんは綿屋さんで、肉ぶっかけが有名なお店みたいなんですよね。なので肉ぶっかけを頼んで、で私は生醤油を頼んだんですけれども、どちらもちょっとね、濃いめかなと思いました。ただ、私の言う生醤油の濃いめはちょっと当てにならないというのも、まあ、ご覧になられたと思うんだけど、味を見ずにねお皿に入ってた醤油全部ぶち込んだというね素人かっていうかけ方をしてしまいまして、正直なところどこまで濃いのかがわからないの部分はあるんですが、ただ醤油辛いではないんですよ。醤油辛いではないけど、また全体的な味の感じでは濃いのかなという風な印象ですね。はい、参考にしていただければと思います。ということで、今回はね一軒のみですなぜならば最近編集する時間がないんですよ。なので、ずっとね火曜日の配信が止まってるので、もうほぼ編集せずに撮って出し状態で出そうと思うので、もう今回は一本のみにします。はい、ということで、今週もご覧いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録で、うどん専用チャンネルではありませんが、うどん好きの方がねなんかうどんの会で、ね、チャンネル登録が結構伸びてる感じなんですよね。なのでまあベルマーク押していただいて、あうどんじゃねえのかと思ったらスルーしていただいても構いませんので、うどん好きの方はねベルマーク押しておいていただければと思います。でちなみにグループチャンネルなので、私以外の方のね投稿もありますので、よろしければそちらもうどんの会以外もご覧になっていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ではまたね。